皆さんこんばんは、今日は、ご来場いただきましてありがとうございます。1曲目から、ちょっと華やかな曲を演奏させていただきましたが、まずですね、ご覧になってちょっと不思議に思われた方もいらっしゃるかと思うんですが、前でトランペットの、2名がですね、演奏させていただきましたが、まず、こちらのトランペットはですね、だいぶ小さなトランペットでございます。こちら名前がピッコロトランペットと申します。ピッコロというのはイタリア語で小さいという意味がございます。小さいトランペットということで、金管楽器こちら、いろんな種類がございますけれども、管の長さが短ければ短いほど高い音が出るということになってございます。そして私が演奏いたしましたこちらの楽器、どうですかね、ご覧になれますでしょうか。だいぶトランペットの人は長さが長い、そして、あちらの楽器と比べますと、違うところはやはりこのボタンがですねついているところが違うんではないでしょうか。こちらですね、普通のトランペットはピストンといった、システムで音を変えています。ありがとうございます。そしてこちらの楽器はこのそれがついていないでございます。どういうものかというと、皆さんイメージしていただくと分かりやすいのは、ホースですね。本当にこれ管なんです。ここに息を、このまま息を入れてもこのように音が出ないんですね。音を変えるシステム、じゃあどうやってやってるかと申しますとですね、この通りマウスピースと言いましてですね、こちらのところに、唇を当てまして、よろしいですか。はい、ありがとうございます。このように金管楽器は、唇の振動の速さによって音の高さを変えてますが、今のようにマウスピースの中、唇の振動の速さでこの楽器は、音を変えています。昔この楽器はですね、だいたい今から250年ぐらい前の楽器のコピーと言われてるんですけれども、昔はこのように吹いていたそうです。あともう一つ他の楽器の皆さんと違うポイントとしては、この変な紐がついています。この紐は何かと言いますとですね、昔のヨーロッパでは、この色とか旗がついていて、旗とか色で、その、トランペット奏者が所属する国だったり教会だったり、そういうのが分かったそうです。昔はその教会とか宮廷で吹いたそうなんですが、トランペット吹きは昔は地位が高かったそうなんですが、今はどうなんでしょうかね。はい、なんともなく、ありがとうございますけれども、今日はそれからですね、また大変珍しい楽器をご準備いただきました。それでは、マイクをお預けしたいと思います。はい、皆さんこんばんは。今ご紹介預かりましたちょっと変な楽器でございますが、トランペット、今の説明で昔のトランペットの話とかよくお分かりになったと思いますが、私の持っているホルンという楽器ですが、これもトランペットと同じように進化していった楽器です。それで一番進化した状態がこちら、こういうぐるぐる非常に込み入っている複雑な楽器になっております。ただこれは1830年頃に作られた楽器なんですが、まだピストンとかロータリーがないので、こんなにシンプルなとても軽い楽器になっております。で、昔はこれは狩りの時に貴族が馬に乗って狩りをするんですが、先頭を走ってる部下が、あ、右に狐がいたとか左に狐がいたという合図をこのホルンでしてたんですが、最初はトランペットでやってたんですが、後ろにいる、貴族の人たちに信号ラッパを聞かせなければいけないんですけど、前を走ってると後ろ向いて吹かないといけないので、交通事故がとても多かったそうです。ですので、それじゃあベルを後ろ向きにすればいいんではないかということで、これは狩猟ラッパと言われて、最初は言われておりました。後ろを向いているラッパでございます。今日はちょっと
後半もこの楽器で演奏いたしますが、現代の楽器と、今のトランペット、この、ちょっとシンプルなホルンで、昔の音も聞いていただければと思います。続きまして、ボイチャ・サペーゼといわれるあのモーツァルトの、フィガロの結婚より、ケルビーノ君が歌う、恋とはどういうものでしょうという曲をお送りたいと思います。この曲なんですが、私が、アレンジしたもので、今回はバーン先生に、ソリストとして活躍していただこうと思います。普段とは違うトランペットのサウンド、それから金管アンサンブルの魅力をお届けできればと思います。 ではぜひ、お聴きくださいませ。All right.
続きまして、こちらも、有名な曲で、ルロイ・アンダーソンさん、というアメリカの作曲家が、作りました曲で、トランペット吹きの子守唄、というのがございます。トランペット吹きの子守唄なんですけど、最初はあのトランペットのこうあの緩やかな旋律ですごく子守唄っぽいのですが、途中からスケルツですごくあの元気に、なるところがあります。でこれはどういうことかと申し上げますと、あのこれ夢の中で楽しい、ことをしている、あの子供が夢の中で楽しく遊んでいるという、情景を歌ったものになります。というわけで そういうあの変化もこう楽しんでいただければと、私ども演奏家としては、そう思う次第でございます。ではお楽しみいただければ幸いです。トランペット吹きの子守唄、お楽しみいただけましたでしょうか。
続いての曲が、こちらプログラム上一番最後になります。サウンドオブミュージックから、サウンドオブミュージック、それからエーテルワイス、ドレミの歌と続けて、メドレー形式で、演奏させていただきます。サウンドオブミュージックという映画皆さんご存知でしょうか。はい、すごく有名な、映画だと思います。修道院に勤めていたマリアが、修道院をクビになって、トラップ一家にやってきて、一悶着も二悶着もあって、トラブルに遭いながら、そして、家族と打ち解けていく、そういう物語になります。美しいサウンドと、それからメロディー、たくさんの、まあ、曲数からなる、曲になりますが、今回はその中でも有名な3曲をセレクトいたしました。どうぞお楽しみください。Thank you.
たくさんの拍手ありがとうございます。お別れにもう一曲、アンコールをお届けいたします。ワシントンポスト。
ピアノの曲を2曲聴いていただきました。有名な、とても有名な曲、でございましたが、このピアノちょうど1811年に作られたものですので、ベートーベンが、生きてた晩年の頃に、ちょうど制作されたピアノでございます。モーツァルトは、もう死んでいたんですが、ですのでキラキラ星変奏曲は、音域的にはこのピアノよりもうちょっと小さいピアノで、音域の狭いピアノで作曲されておりました。それでは、続きまして、ベートーベンの五重奏曲、ピアノと管楽器4本のための、五重奏曲を聴いていただきたいと思います。この曲はベートーベンが、作曲したんですが、モーツァルトが同じような曲を、20、30年前に作曲しております。それを、まあ、お手本というかそういうのがあるので、似たような曲を書いてくれないかと、その当時のスポンサーさんに言われまして、書いた曲だと言われております。楽章もモーツァルトが作ったのと同じ三楽章からなっておりまして、編成もオーボエ、クラリネット、ファゴット、そして、ホルン、この4本の管楽器と、ピアノで演奏いたします。どちらかというともうピアノ協奏曲に近いような作曲スタイルを取られていると、言われております。それでは、最後に、ベートーベンの作りました五重奏曲をお楽しみください。皆さんお願いいたします。
Thank you.
Thank you.